次回動画にはするけど、とあることしてママには仕事しないと許さないと言われ、だから僕は今日新しい仕事の面接に行ってきます。ところで皆さんは知ってますか？社会人になると仕事をして自分でお金を稼ぎます。ライフ、つまりイコール人生、生活。仕事もせず家で寝腐ってる人は社会的不適合者になってしまい、世間では称号が与えられてしまいます。僕はそんなのは嫌です。母節子からは仕事もしないなら福島に戻ってこなくていいと言われました。だから本日羽川龍也は動きます。大切な彼女を支えるためにも僕はしっかり働いて稼いで結婚します。でね、聞いて。介護時代の出来事なんですけど、正直、施設長含めパート社員の頭のおかしい女どもみたいに、理想で生きる人間には俺は絶対なりたくない。大体理想で生きてる女に限って、動物の森のゲームしがち。俺は彼女のためにも立派な男として生きます。髪を切るのが好き、ただそれだけ。甘い考えかもしれないけど、そこで俺はもっと美を磨こうと思い、だから今日は俺は美容室の面接に行くことにしてる。面接 100% 合格の気持ちで俺は受けてきます。ただ面接して仕事するなんて面白くないから。ということで本日の企画考えました。面接先の職場で24時間生活してみた。次。とりあえずまだ面接まで時間か、何しようかなって思うんだけどさ、何、え、ママからだ。ちょっと待って、電話出るわ。もしもし、ルーヤ、あと面接あるでしょ。だから何、母ちゃん、あなた一人じゃ心配やから母ちゃんも一緒に行くわ。え、だって福島からこっち来んの今から。え、ちょっと待って、何しに来てんの。母ちゃんも怖来たのよ。怖い、さすがにお前怖いわ。今から一緒に面接行くわよ。今回ばかりはしくじったら本当に困りますよ、母ちゃんは。はい、早く支度しなさい。このままで行くの、あなた。そうだよ、面接よ。パネも見て入ったの、あなた。大した面接じゃないから。入って面接じゃないの、これちゃんとした職場よ。うっせんでじゃないわよ。てかさ、ママが一日来なくたっていいんだよ。ママが来ないってどうすんの。あなた一人じゃ迷惑になるから。ならない、絶対。面接にママ来るのおかしいよ。母ちゃん、お腹すいちゃった。何するの。ちょっとお土産買ったやつちょっと食べて。おしろ、俺も食べたい。食べよう、おしろ。待てよ、なんか電話来た。もう切っときなさい、おにょとか。あ、食べよう食べよう。何も食べてなかったから。あと10分で作ってよ。え、あと10分。とりあえず一旦、じゃあとりあえず面接行こう。面接、失礼します。お客様、ママ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 、初めまして。面接よろしくお願いします。羽川理也と言います。私は見守ってここにいるから。あ、どうぞ、2人で続けてなさって。ママが仕切るんだ。はい、よろしくお願いします。絞りは何人できた。簡単で俺も好きだから髪切りたいなと思って。名前は何ていうの。名前は羽川です。将来なんかなりたいものがあるんだ。 YouTube やってるんで、 YouTube と両立しながら美容室やれたらいいな。結構 YouTube 出してるのかな。あ、出します出します。ちょっとその足こうやりなさい。どのぐらいにこういう仕事で続けたいかな。ちょっとお金が入ればいいかなと思ってやってますね。いや、金に困ってるのかない。困ってはないですね。うちママいるんで、ママからもお金もらったりもしてるんで。なんか目を見て面接中にちゃんとしなさいよ。お金に困ってるけど、何に困ってるの。いや、お金困ってない。私から盗んで120万円どうしてんのよ。そのために働いてもらわなきゃいけないの。この子がちょっと私のお金を取っちゃったのよ。なんでしょうがないじゃない。だって本当のことでしょ、それ。こういう態度だけど、やることはやるんです、この子。だからこの度は本当によろしくお願いします。なんかちょっと、なんかお前困るのよ。もう龍也ちゃんと働いてくれないから、だから一緒についてきたのに。あなたちゃんとしたからでしょ。あんまり休みないけど、大丈夫。労働基準まで、もう頑張ってるよ。休みないって言ってる。大丈夫ですか。だってそうだ、なんかライブみたいなしてるだけじゃないかって。仕事はちゃんとやる男なので、何でも言われたこと全部できます。とりあえず面接合格ってことでいいですか。いいですよ、別に。
さっきちょっと食べちゃったけど。いいですかこれ、はい、失礼しました。あ、美味しい。もしかして空調系？とりあえず帰ろっか。じゃあありがとうございました。気をつけて帰ってね。エマ、また芸人受かったね。やったー。これであさったここでがむしゃらに働いて母ちゃんにお金返しなさいよ。頑張って返す。頑張ってよ。返す。帰ろう。早くは。これ、はい、わかりました。結構汚れてるから。おい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 、ダメ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 、それじゃ。はい、今日お疲れ様。頑張ったね今日。ありがとうございます。よくやってくれた。ありがとうございます。明日も頑張って。はい、じゃあ今日は帰りますね、僕、うん、ありがとうございました、うんうん、俺はこっちから帰るんで、あっちですよね。 あっちだから、はい、気をつけてね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様。重いなこれ。ふぅ、まずモフモフさん呼んで練習台にさせようかな。じゃないと俺のテクニックも上がんねんし。あ、もしもし。あ、ポンさん。あのね、美容師になったから髪の毛無料できるから。お、フェリー。あのね、今日ね、俺美容師今日ここで働くことになったからさ、絶対髪切れないよ。だから無料で切ってあげるから練習台でお前ここ座る。やだよ。髪の毛も染めたいだろ。髪の毛は染めたくないけど、パサついてる髪をちょっと切りたいなと思ってるけど絶対切れないでしょ。ただでやる。で、パパは？パパ今もう駐車場の車止めてる。免許取ってる？免許ないよ。免許ないの？うん、店長が勝手に使っていいよってさっき言ってたから。人生で一度も人の髪を切ったことないの？ないよ。え、自分の髪を？うん。ねえねえ、ちょっと待って。あの、切るならポンちゃんから最初に切って。やめて。違う、待ってて、もう来るから。あ、来た。美容師だった。そう、資格持ってるから。聞いてねえよ俺そんな話。でもこれ練習台として。あ、まあよくあるもんね。初めてのお客さんの練習台。お客様メガネ。とりあえずじゃあ髪の毛切らせていただきまーす、うんうん、いきますね、うん、お客様終わりました。あとお帰りください。ねえ、今濡らしただけじゃね。早く綺麗よお前。お二人何の本当にだる。おお、お前ハサミ使えるのこれ。ハサミ使えるよ。おお、やめやめやめ、いいから。やめ、すごいことになってるよ。何これ、おらせてきてるよ。髪に凹凸ってありえない。何、そんなことやられたことないんだけど。その次終わり。ええ、嘘だろ、なんかここないよ後ろ。お客様はちょっとね、髪の毛じゃカットしていきまーす。ね、雨のように降らさないで。ここまだ濡れてないでしょ。ねえ、ちょっと叩かないで、お客様で。もうやだ、何がやるの。絶対切るじゃん。やめてって言ってるやん。ねえ、やめてって言ってんじゃん。じゃあもう書けよ。ねえ、もうやだ、なんでもうやだ。ねえ、お前、あー、疲れた。あいつらマジでピンタして帰りやがって。マジで腹立つんだけど、なんなんあいつら本当に。はあ、金盗んで帰ろ。お疲れ様でした。羽川くん、なんかやる気ないみたいだ。え、めっちゃやる気ありますって。え、うるさい。うるさい、触んないでください。邪魔。あんま触んなっつって。気持ち悪い。あれ、まだおかしいな。支払いに使うお金。レジ開けてない？開けてないですよ。店長虚言引きすぎてマジで怖。警察に電話するからいいかな。警察とかしなくていいよ。じゃあ節子さん呼び出すから。え、意味わかんない。なんでさ、警察と節子がつながるわけ。意味わかんねえだろうがや。僕です。はぁ、なんで嘘つくの。だってレジに金入れとくの方が悪くないですか。そもそもレジの中に金を入れとかなければ盗まれることもないのに、レジに金を入れてる時点でおかしいんですよ、あなたは。レジに金を入れてる時点でおかしいんですよ、あなたは。それで関係ないですよ。レジの中にお金が入ってる時点で誰に取られるかわからないんだから、入れてるあなたが悪い。いや、そんなことないよ。そんなことあるよ。なんで？ちょっとおかしいじゃないの、店長。やっぱもう節子さんに電話するわ。呼べるものは呼んでも呼んでみろ。
どういうことよ。あなたまたやったの。やってないよ。やってないよじゃないわよ。またお金取ったの。取ってないよ。かぶってこれかしら。それ何よこれ。あ、待って、あはは、肩恥ずかしいのやめなさい。やめなさい。待って、これ足すの NG。 NG なんてないわよ。あなたには。これ何よ。いやいや、これ何よ。盗んじゃった。警察とか言わないでください。本当に申し訳ございませんでした。ねえ、何回こんなことをやったら治るの。あなたは盗み癖。いや、もう許せない。もう警察、もう警察行くから。許してちょうだい、お願い。許してちょうだい。ごげんね。許してちょうだい。許してちょうだい。あ、警察ですか。やっぱりちょっといいかしら。やっぱり警察は。まだ折り返します。これ全額そのままお返しするので、はい、警察だけは勘弁してください。もうそこまで言うんでしたら。ありがとうございます。もう仕事も辞めますんで。解雇。分かってます。仕事辞めて帰ろう。しょうがないわね。あなた、ちょっと来なさい。あ、じゃあまた帰る準備。いいからもう来なさい。すいません。あれには違うでだ。早く。あー、ラム。これ、ここ座って。寒いよ。うるさいわね、たまってなさいよ。今から父ちゃん来るから、コピドクしっかり見なさい。あ、いた。またお前なんかやってらしいな。ここ来た。レジからお金盗んで、ママに怒られてクビになった会社。またクビになったの、こいつ。もういいね。次やったら、あれやるって決めてたからね。どういうことだよ。そうよ、黙ってなさい。いやだ、なんだ、いや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 だ。もういいや。痛い。何すんの。本当に懲りない子ね。ここで少し反省して。